2021年春、私は念願の警察官になり渋谷署に配属された。でもその3日後、スクランブル交差点でモンスターに襲われて重傷、死にかけた。これはその時に見た風景だ。この杖を掴んだらどうなるのだろう。死ぬのだろうか、元の人生に戻れるのだろうか。私はまだ何者でもなかったから、生き延びる方にかけた。目覚めた時、私は魔法使いになっていた。臨死体験の後に魔力を得たものはレプリカと呼ばれる。模造品、複製と見下されることもあるけど、私は気にしない。使える魔法は本物だから。俺は14の冬に生死の境をさまよい、そして魔法を手に入れた。ここ渋谷区の夜間人口は約22万人。そのうち魔法使いは何人だろう。1000人、200人、かなり少ないはずだ。組織に属さない俺たち野良魔法使いはある意味狩りの獲物。人混みに紛れ息を潜めてひっそり生きている。身を滅ぼしかねない自己顕示欲に手を焼きながら。5月10日金曜のやれを行う。まずは担当地区から米倉藩センター街警ら。マジックエンフォースメントアドミニステーション、通称メアワ。やっ、西島ちゃん、あれ、あの黒いものはマリスと呼ばれている。人の悪意が具現化した物質らしい。さあ掃除しましょう。攻撃開始。任務完了。完璧。西島ちゃん、ほらあそこ。ギルドの魔法使いかもな。追い込んで勝ってやろうが。魔法行為を現認していませんから、現状での追跡は挑発行為に該当します。相変わらず硬いね、西島は。反面教師が多すぎるんですよ。へえ、言うようになったな。違法魔法事案通報アプリ。魔法行為の摘発はアプリからの通報が頼りだ。多くの国民は魔女狩りアプリと呼んでいる。リアル魔女から言わせてもらえば、その故障はありえないハラスメント。ルブルム中毒者が違法魔法行為、多分ラムドだな。この先です、急ぎますよ。1型ダムで違法薬物ルブルブの乗用車、すでに体の一部に重過症状が出ている。この段階になると魔法を使う可能性が高い。一般ピーポーに挑発されて魔法っちまったか。はい、野獣馬は離れて、怪我しても知らないよ。お前らも晒すぞ。メアの西島です。魔法使用の通報がありました。あなたで間違いありませんか？ください。え？ルブルム、ください。なるほど。しかし、それはできません。我々にご同行ください。治療施設を紹介します。施設で殺すでしょう。制圧する。任務完了。完璧。まあこのレベルだと施設でもどうにもならないだろうね。諸悪の根源、この魔法薬ルブル、通称ルブ。ギルドが製造し、反社会勢力が拡散する魔法薬だ。一時的な高揚感、多幸感が得られるが、高い依存性と深刻な副作用がある。忌まわしきルブル、その撲滅のために私は戦っている。午後11時になりました。東京都は魔法対策法に基づき、午後11時以降の外出を自粛いただくようお願いしています。不要不急の外出はお控えください。午後11時になりました。東京都は魔法対策法に基づき、午後11時以降の外出を自粛いただくようお願いしています。東京都の夜間外出自粛要請は、俺が生まれる前から続いている。そして俺が生まれる前から半ば効力を失っている。異形のルブルム中毒者、リアルなモンスターがうごめくこの街。メアとギルドに分かれた魔法使いが抗争を繰り返すこの街。夜の渋谷のカオス、それが人を引きつけてやまないらしい。来たれ魔法使い同士よ、奪われた権利を取り戻そう。目覚めよ、そして立ち上がれ。これは正義の戦いだ。メアは町の治安を守る仲間を求めています。魔法使いであるかどうかは問いません。町の安全を守るのはあなたです。知ったことか。俺は俺のためにしか戦わない。センター街か。他の道から行こう。あの黒い影はマリス。人間の悪意が具現化したもので、俺たち魔法使いから丸見えだ。悪意の中身まではわからないが、俺にとっては厄介な代物。ルブルムあるんだ。くれよ。ない。でもこの…はあ、お前純な魔法使いだ。どけ。俺を誰だと思ってる？知りませんけど。お前らの血はルブと同じ効果なんだろう。ちょっともらうぜ。お兄ちゃん、やっちゃうよ。ダメだ、お兄ちゃん弱そう。なんだと。魔力を解放している時、俺たちはカメラに映らない。仕組み、それがわからないからこその魔法だ。かかってくれば知ってた。通報されてるよ、逃げて。バトルの直後はあれこれ確認したくない。でもそれは命取り。すぐにメアが駆けつけるはずだ。奴らは死体に集まるハエよりも早い。もしメアに捕まると洗脳され隊員にされるらしい。まあ都市伝説だろうけど。お前さっき魔法使ったか。そんなことしませんよ。そこで何して。別に。ちょっとこっち来い、顔見せろ。ああ、本当にやるんだ。挑発して魔法を使わせる作戦。悪いけど録画してるから。それがどうした。歌うぞこら。